いや、落ちてはないけど。一応ルールは基本テンプレー、初日コート。あ、そういうこと？じゃあちょっと待ってて。あ、いいや。で、8番にだけ。8番も知ってるよね、ルール。大丈夫？ 8 はい、番。大丈夫です。してます。ああ、わかりました。じゃあ、しばらくお待ちください。お花摘みに行ってるらしいっす。Enough? Enough? Enough? あ、すいません。お花摘み行ってました。あ、OK。はい。準備完了お願いします。じゃあね、ルール説明終わってるんで、はい。ゲームスタートしますね。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。 SG1 の村人は残したいですね。悪狼を釣りたいですね。白い人は残して黒い人を釣りたいですね。そうですね。狼さんと、まあ激しいね、推理バトルしたいですね。貸したいですね。うん。まあ、とりあえず、反省だらけですね。うん、失敗して、決め打ち失敗して、なんで間違ったんだろうって思って、どうしたらいいんだろうって思って、それの繰り返しですね。うん。貸したいですね。まあ、柔軟でありたいですね。今日ロック入っちゃいますけども。うん。まあ、今日は貸したいです。なのでね、自分が黒いと思う人に一票入れます。以上です。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。霊能です、霊能。はい。2周目にグダグダやるの好きじゃないんで、占い師が出てなくとも私は出ます。はい。そうだな、6番さんの印象、そうだな、反省点みたいな感じだったから感想文言ってんのかなってちょっと思ったかな。そうですね。決め打ちって難しいと思ってるけど、もし対抗が出てきたら私を信じておいて、決め打ちしてほしいぐらいの意気込みで頑張ろうと思ってますね。はい。まあ、みんながね、だいたい釣り、私も裏の時は釣り切りってなっちゃうんですけど、はい。それぐらいの意気込みで頑張りたいと私は思ってますね。はい。精査の人が今6番さんしかいないけど、別に色は落ちてないし、特に様子を拾えてるわけではないなって、2周目1だなって感じでしたね。はい、2周目頑張って考察します。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番です。6占い師です。2番さん何勝利のます。2番さん何勝利のます。そうですね。うん。あ、例の2人出たら、釣り切りでいいと思います。騎士は潜伏にお願いします。でも、霊能はもう出るなら1周目に出てきてください。うん、2周目がいらないです。潜伏いらないです。それはもういらないです。はい。
で、6番さん、僕も占い師で決めるってください。あと、感想文ありがとうございますって感じかな。うん、7番さん、例の、意気込みは、いいと思ったけど、別にそれでしろと思えないし、まあ、色落ちないかな。6番も色落ちないかな。今のところ、別に6、7、色落ちなしかな。まあ、頑張って、新名と、まあ、新なんですけど、新名、対抗できたら新名取っていくんで、はい。お願いします。じゃあ、9番さん、お願いします。9番のプレイヤーが発言します。はい。自分が真の霊能ですね。めんどくさいっすね。また霊能かだりーと思ったら7番が出たから、ちょっと面白いなと思ってます。7番さん、俺と発言せず勝てます。頑張りましょうね。はい。でも村に提案しますね。7級を決めしましょう。そっちの方が絶対面白いと思ってるから。ローラーなんてクソつまんねえと思ってるから。霊能センサーいらないっていう人は、じゃあ占いの決め値できんのっていつも思ってるから、霊能の決め値しましょう。7番と警部、俺と新名勝負やる、するから。基本的に8番が、7番っていう霊能が出ているに対して、霊能が潜伏すらいらないって何の発言なのって思ってる。いや、あなたを真で決めってほしいんだと思った発言頑張ればって思いますけど、俺は。基本的にはね。俺は明日占い決め打ちしますよ。こいつが偽だって提案するから。霊能はだから、村視点でまず霊能決め打ちしましょう。どうせ2になると思ってるし、1になったらローラでいいよ。めんどくさいから。7番なんて偽なんだから。そっちの方がメラリがあると思ってます。自分が真です。以上。1番のプレイヤーが発言します。6番さんは正直2周目位置でいいかな。8番さんは現状1人しか出てないから触れなくていいかなと思っていて、そうすると精査対象が7級になってくるんだけど、はっきり言って7級の精査ってできないから、なんか足の匂いで決めようかなと思ってて、のんの若干1番9番足臭そうやん。僕は7番さんの足をペロペロしたいなと思ってるから、7番さんの足をペロペロしちゃいまーす。2番のプレイヤーが発言します。いやマジ、あまりにもかわいそうな精査だなと思った。ちょっと笑っちゃったけど、えでもたまにはなんか霊能決め打ちの縛りっていうの面白そうじゃない。あの勝ち負け関係なく楽しくゲームしてえなっていうのが今日のね、私のモチベーションだから、それもそれでありだなと思ってて、8番に関して若干偽くせえと思ったけど、私なんでかっていうのは盤面整え次第2周目にそれは言います。ちょっと偽くせえなって思ってた。候補地に私にしろっていうのは実践でちょっと新目かなって思ってたけど、発言聞くとなんかあんまり新っぽくねえなって思っちゃったから、だから7級の2周目こいつ偽だろうなって思った方に私は入れます。7級の精査なんて2周目だろ。でも決め打ち縛りも面白そうじゃない。どうすか。3番のプレイヤーが発言します。いや絶対釣り切りっすね。はい、絶対釣り切った方がいいと思いますよ。はい、なんか霊能狼に出たいそうな気がするんで。8番さん、どこが偽要素やったんですかね、2番さん。俺めちゃくちゃ真かなと思ってるんですけど。発言として、8番が6番さんに対してね、真決めようよ、みたいな。めちゃくちゃ強がってたんで、あめちゃくちゃ勢い占い師かなと思って聞いてました。はい、普通に占い師目線で話していたし、霊能釣り切りとかね。決死潜伏に関しては、8番さん自身の占いの時の進行論やったんで、何を偽要素なのか2番早言えよって思いましたね、1周目。そんなダラダラ話してるんやったら。はい。絶対霊能から言って、8番さん真なんじゃない？俺思うんですけど。6番が一番印象いいっすね。1番2番が何も落とさないんで。勝つ気あるんかなって思って聞いてました。霊能からいきますね。4番のプレイヤーが発言します。お願いします。まあ3番が一番印象いいかな。ぐらいしかないと思ってますね。1番に関しても6番に関しても2周目だと思ってるし、例えば2番が提唱するなんかその決め打ちとか面白いことするんだったら、例えば占い2、2番目になったら占いから手つけるとかどう？いつもと違う進行をとってゲームを楽しみたいんだったら占いから手つけるっていうのもあると思うけどね。3番が提唱する霊能に狼が出てるかもしれないから霊能を釣り切るっていうのは結構いいとは思うけど、5番がどう出るかって感じじゃないと思って、2、2番目やったらたまには占いから行きたいなって思ってるんやけど、
7球ね、微妙やなって思ってるし、まあ、6、1、3で言うなら3が一番印象いい。6、1は2周目ぐらいしかないです。なんか2、2番目だったら占いから行きたいと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。4番さんに白刺さっています。把握お願いします。まあそうですね。まあ、3番さんは俺白かなって思っちゃったな。あの6番を白で置く視点かな。6って別にそんなね、要素取れるような発言しないんだけど、3番さん視点って、もうほとんど1しかグレーいないわけじゃん。まあ、2は片白としてね。の中で6を白で送る理由ってないかなって思って。3は白いかなと思いましたね。何これ占いから行くの霊能から行くの霊能決め打ちするんだったら、俺9番さんの占い真偽は聞きたいなと思ってますね。もし9番さんが真だろうが、あ、霊能は俺教人、新居で見てますよ。8号目だと思ってます。で、そのことから、占い行くんだったらもう8全然行ってもらっていいんだけど。で、続きね。9番さんが真だろうが今日だろうが、他にもあるかもしれないけど、まあ、どっちでも、あの、人外表になり得た場合が困るから、あの、9番さんの、占い師さんはちゃんと聞きたいってところですね。あ、騎士は、出てきた方がいいのかな？潜伏でもいいっすよ。以上。6番のプレイヤーが発言します。じゃあ5番つったらいいんじゃないですか。だって、3番白いんでしょ？で、3番あなた偽って言ってるのと、同意なんだけど。ってことは、あなたは偽ってことでいいんだったら、5番つったらいいんじゃない？8番の芯を見てる人だけど、3番ふざけんなじゃないの？むしろ、5番視点言うのって。3番絶対来るだろって思うんじゃないの？だから5番でいいんじゃない？8偽でもいいよ。ハンデ戦やろ。5番死んでもいいじゃん、つっても。5番つろ。面白いじゃん。そういう進行取るんでしょ？5番つろ。8番偽でもハンデ戦頑張ろ。5番つったら、以上。7番のプレイヤーが発言します。何ですか？ 4、6 は占いから行きたいんですか？でも、5、8の精査なんですけど、5番さんが3を白く見える理由が全然わからなくて、3番さんは8が死んだと思っている。そしたら5番さんって3黒く見えないのかなって思ったんですけど、3が6を白弾きできるって言ってるから3が白いの理論が私は全然わからなかったですね。3番さんが7級で振動があるんじゃないって思った理由は何ですかって。それを思った理由をちゃんと挙げてくれないとわからないなって。私はでも1、2の発言があんまり取れん、なんだろう、要素として意味がわからんかったと思ってるから、共鳴があるのかなって思っちゃったから、この5番さんが出るまでね。から、その3番さんの発言は1、2の共鳴を感じて、進路があるんじゃないのかって発言で私は汲み取ったつもりなんですが、どういう意図で言ったのかは気になったかな。だから、占いが進路はないのかなって思ってるけど、あるのかな。そういう盤面ってあんまり見たことないんですけど、私。だから9は普通に強人なのかなって、占いにどうか出てるのかなって思ってはいるんですが、違うんですかね。面白い盤面。どっちか決め打ちするんですよね。はい。占いから行くんだったら私は5だけど、普通に私は9の人外が見えてるから9から釣りたいですけどね。はい。それぐらいです。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番です。まず7番線の歌詞と同じでね、1、2、今日で見てる、どっちか今日で見てるのがさ、進路進路って思えるんじゃないのって思ったけどね。で俺2番さんに話してるけどさ、ランダムだけど、俺2番さん黒く見えるんだよね。2番さんっていうのはさ、7級の発言でさ、7級決めるっていいって言ったけどさ、7級にさ、人狼したらどうすんだと思ったけどね。面白いでさ、無駄にある発言してほしいなと思った。面白くてもいいけど。無駄にないなと思ったね。2番の発言って。で5番さんって、5番さんのやつで3番、クソ黒じゃないって思った。なんで白く見えたのって思ったね。そこに拾ってる6、7って、結構しないのかなと思った。9番さん、俺の中では進路進路で、高級ローのに強靭とか思ってるんだけどね。占いから5でいいと思うよ。多分5落としたら黒出ると思うよ。今日。どうなのね。今日5でいいと思うよ。本当に。
で、3番さん、うん、1番さんはまあちょっと次の発言聞かないと分かんない、1周目。4番さんも分かんないね。うん、1、3、4、うん、別に色落ちないかな。うん、特に思ったのが、まあ、ラインで見えてるのが今、2級ラインかな。2級 ?5 級 ?5 級で2か。うん、今日行くなら5かな。うん、6度になってることも分かるしね。うん、今日はね、5でいいよ。占いから行くならね。で、霊能から行くなら9。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい。じゃあ5から行きましょう、8番さん。5キロ見えてんでしょ？全然5から行っていいけど。基本的に8番さん、あなたも神明はないけどね。占いはぶっちゃけどっちも神明ねえと思ってるけど。そもそも。じゃあ、例えば8番視点で4番が怪しいと思うんですか？ 3 番が8番を偽と思ってる場合に4番が3を弾いた場合って、4番ってどう打つの？ 8 番視点って。で4番の怪しい要素ってそこまで拾うべきだと思ってるけど、基本的に。あと、3番に言いたいけど、俺の狼目があるって言うけど、あなたは8番に対して決め打ちしてほしいってパッションを感じたって言うんだったら、じゃあ俺になんでパッションを感じないの？そもそも。俺が自分を決め打ってくれっていうことに狼要素感じてるんだと8番に対しても感じればって思うけど。8級の違いって何なの？そもそも。7番視点で2、1が意味わかんないけど、2番は別に決め打ちしようって進行を唱えて、別に2番に対して違和感ってあります？基本的に1番は何も用意しないと思ってるけど。基本的に自分は霊能っていう能力を持っていて、5番黒って色を見た場合に基本的に6番ってもう弾いていいと思ってるし、じゃあ3番が占い値に3、8番の占い値入らないようにしているのか、2、8が足り得るのか、1番が色が落ちないのかってとこまでの精査だと思ってるかな。基本的に2番は8番を2セット主張している場合って8番の相方値ってあっても1なんじゃないのか、露骨な3、8、6かじゃない？いや、6番が言うことが真っ当だと思ってるし、6番が言ってることが真っ当でしかないと思ってる。5視点で3番弾っこをずってないと思ってるけど。8番も8番で5キロっていう世界線だったら、ぶっちゃけ占い師はどっちも締めないから、負けますよって思ってます。じゃあ5から行きましょう、以上。1番のプレイヤーが発言します。ああ、別に5からでいいと思ってますけど、5に席目打ち進行を取りたいんだったらグレーからでもいいと思ってますけどね。はい。まあ、普通に5番視点で6番が指摘した通りなんですよね。3番が弾ける理由がようわからん。うん。占い師に関しては、この方が今のところ2攻めかな。ただ、5番決め打つ手までの進行が取れないと思っているから、まあ本当に占い師から行くんだったら5から詰めていいかなと思ってるかな。霊能に関しての審議はついてないですね。普通に考えて、霊能に対して審議がついてない、5番が偽で決め打てない。この状況下で、まあ普通に考えたら、霊能釣った方がいいかなとは思ってますけど、村がどうしてもその面白い進行を取りたい、それで勝てるって言うんであれば、若干2攻めに感じてる5番から釣ります。その色結果見て、霊能の色結果見てっていう流れで精査していこうかなって思いますけどね。グレーに関して言えば、3番は結構白いかなって思ったんですよね。3番の、発言自体は。1、2に共鳴を感じているから、7級に狼を感じている。その生存意欲の高さから、9番さんが狼に見えるのかな？そういった視点を持っている3番自身は白いと俺は感じてますよ。ただ5番の視点で3番が弾ける理由がわからんと。ぐらいかな。6もその指摘が真っ当だったから、6も白で弾けるかなと思っていて、現状で、占い進路であれば、霊能心境、あとは2、4。囲ってんか？ 2 番のプレイヤーが発言します。はい。正直、8番の2周目において、シーンだと思った人、いました。8番って1周目、騎士は潜伏でいいって言ってるんですよ。で、2、2番目において、騎士出さない、クロスもするかどうかも言わない。8番下で5枚の指摘で5番目で3番が黒く見えるって。はぁ？って思いましたけど。まあ普通であれば5番の立ち位置だった場合って3番に対してなんでって思ってるはずだよ。なおかつ3番って8番を真に見てる状況。けど5番って3番の知る要素と取ったのは3番がローだった場合わざわざ6の知る要素なんか取らないって発言センスの上で5番って3番弾いてんだから。それは5番の偽要素にはなり得ない。け
ど、5番に対して、騎士出ないのって発言を通してるんだから、騎士の護衛先って占い一択になるんだから、自分に護衛せろっても言わない。8番に関しても。だからその点を置いて、5、8はフラットで見てますけど。3番はおそらく私が決め打ちの縛りでやってはいいんじゃないって、私の発言聞いた上での、例の進路を追った目線っていうのは普通だと思っているけど。4番はもう占いから言っていいんじゃないって、8番目線4番に違和感感じなかったんか、逆に8番偽くせえよめっちゃ、はい、この理由で分かりました。3番さん正直3番のローなんて追ってないけど、ただ1番が5番の偽を決め打つんであればグレーから行きましょうっていうのは一自身にも釣り縄入る行為だから、もう霊能から行くなら9番から行きますよ。3番のプレイヤーが発言します。やっぱ2番さんが全然白く見えない。だって2番が8番殴った理由って騎士出ないのでしょ。5番も言ってるから騎士潜伏でって最後に、やばいな。で1番さんもなんか最後5番にセッティングしておいて2番含んだも謎。6番白はじき3も追っていないかったら4番でしかないと思いますけど、あとそれか進路進路か。いや、これ絶対進路進路あるっすね。めちゃくちゃ強人がいすぎっすね。4、2、1が。6番さんしか村弾けないです。で、5番さんに返しておくけど、俺は6番白く置いていない。あの段階だったら6番が一番印象いいって言ってる。で、9番さんに一緒あげましょうか。俺別に9番に狼なんて追っていない。7級に進路っていう視点があるから絶対例の釣り切りって言いました。あと9番の8番殴りってめっちゃ不動っすね。9番さんが一瞬目8番に殴ったことって8のすら何とか。はい。あと、9番さんって1周目、どうせ2になるしって言ったんですよね。全然1、2番目もあるから、どうせ2になるしとかも意味わからんかったし、今日に関しても、なんだっけな。うん、いや、めっちゃ9番が2000しか見えない。釣り切るけどね。絶対に。はい。やっぱ占いは8番が真かなと思いますよ。一周目の意気込みとか。はい。ってところ。もうちょっと村、白くなってほしいかなって思ってます。はい。9番から釣り切って、はい。進路進路とか終わんのダメよ。はい。勝ちたいんで俺は。9から行きます。以上。4番のプレイヤーが発言します。うん。3番が言ってることが一番よくわかると思ってるけどね。進路進路あるよ。ありすぎると思ってる。だから別に、やろ、進路進路を決め打つってわけじゃないけど、この霊能と占いに4名を使ったら勝てんじゃねって思っちゃってるけどね。ああ。ただ、その2番の言っている8の偽要素と、3番が言っている8の新要素、どっちもわかるなって思ってるから、まあ、占い行くんやったら5からやけどね。霊能行くんやったら、まあ、まあ、どっちもあるけどな。進路進路あるんやったら、ローメ高いのは9やなと思ってて。グレーね。8の生産のグレーがな、俺全然わからんかったんやな、言ってることが。8視点って4めっちゃ臭くならんかな。微妙やな。楽しく行く、エンジョイな感じやったら、占いから手つけるんやったら、俺は5やな。まあ、霊能、一回霊能に手つけるんやったら、もう白白結果やったら 100% 釣り切る上に、なおかつ、黒結果出た場合っていうのはそこからの発言精査をするべきだと思ってるけど、白っぽいなって人があんまりおらん。まあ、3が言ってることが思考がちょっと似てるなってぐらいのと、6が5に対する指摘は良かったなぐらい。だから5、6、ローが見えないぐらいですね。はい。5番のプレイヤーが発言します。いやー、マジか。俺から行くんか。マジ？3番さんで結局何？ 2 の黒いとか言っといて、俺を2攻めで見んの。わかんなくなったな。何？俺悪かった？ 3 が2を黒いって言う、ね、黒いっていうかなんか、うん、黒いなーって発言しといて、1もわかんないって発言しといて、一番印象要素を取れない6を、まあ、素人置いてないんだね。素人置いてないけど、一番印象がいいって言ったのは、狼じゃないと思ったしてダメだった。まあ、それは申し訳ないわ、じゃあ。うん。てか、俺が、例えば3が8を真だと思っていて、
それを白く見た5話に設定、皆さん思うんだったら、今日の8の発言聞いてました。普通に、1、3、4って、よくわからない。色落ちしないって言ってるんですよ。逆、5が3を偽っぽく見なきゃいけないって言うんだったら、4、8は3を、あ、これはあれか、釣り寄りとかも取れるから無理なのか。8は3を村置きしなきゃいけないっていう理論は通らないのか。なるほどね。やってもう全員追いつりましたでしょ。もうわかんねえよ、ラインなんて。強いて言うなら、2は若干フラットに戻したから囲われてないのかなと思ったが、だって、わざわざ俺残して、すり寄りとかもないもんね、占われないようにね。だって残す必要ないもんね。だから2は白。でも2の理論でいくと1も白になるんだよな。1は5に敷むって、わかんないって進路進路あるんじゃないの？進路進路あると思うんだったら、もう俺釣って絶望しろ、例の。対抗釣って相手も釣っとけ。今日8枚入れます。以上。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私はただの石、私はただの石、私はただの石。は？八入れねえの結局みんな。は？あ、もう5置いて。負けんだろうなと思ったら、は？結局、いかにできないかってことだよな。俺と、はい、俺自身が、例の決め打ちっていうのを提唱しているから、7番決め打ちでいいです。自分が死んだけど、めんどくさいんで。3番、捏造すんな。俺はいつ2に人権なるって言ったんや、3番。捏造すんなよ。1になっても誰か例のか行けって言ってんだよ、3番。捏造すんなよ。誰が3番の白瀬拾ってんの？は？で、4番もあなたが、進路進路って思ってんでしょ？じゃあ、ヤクイズ4枚釣れよ。それで勝ち確なんだろ。強人がいっぱいいるって3番も持ってるし4番も持ってるんだよ。だったら4枚釣れよ。9釣って7釣って8釣って5釣れば目の勝ち確なんでしょ。いいよ。誰も9番、はい、わかんねえから。よくわかんない村だなって思ってます。俺は5番が死んだと思って8番に入れました。以上。こんなに占い精査するって言ってやってねえじゃん。けました。人狼に気をつけてく騎士の方は歯切れだよな。行ってください。もう守りたくねえけど、2番守っとく、これ。私は怒っているのだ。うん、守っとく、2番、これ。8死んだとすると2番噛まれそうなんだけど。4、あ、4か、もしかして。4村だったら。俺か？貯金引くらな。乗っ取られたらどうしよう。1が結局何なの、これ。1号もあるで。ルが開けました。結局ぼかしたけど。ほら、絶対来ると思ったよ、もう。6番、7番のプレイヤーが発言します。はい。旧白でした。旧狂人でしたって感じです。はい。進路進路ってみんな言ってるけど。よ進路進路ってあるのかな。1号線あるじゃん。1号とか4号とかあるじゃん。2番だったら8号とか占わないようにしたかなんかわかんないけど。で、言うか、まあ。レイロラ入るから9番だけ熱くなってるだけだから。レイロラ入るでしょ、普通の村は。レイロラ入るでしょ、普通の村は。白かったと私は思ってた。絶対入ると思ったもん。5、1はって臭くなってるね、真面目なんて。1、5とかあるぜ。じゃあグレーは1だけですか。いやいやー、わからんと。発言精査でしたら、5、8どっちも正直、信頼ないと思っていますよ。はい。5の言ってた視点も、私、この3の言ってた、3が白くなる理由が、2番さんはなんか言ってたけど、それが私は理解ができなかった。はい。で、なんで6を占ったのかっていうのも気になるし、6が一番この村の中で白かったと思っているので、私は。はい。で、8は3を占ったんですよ。はい、わからんけど。で3番さんは絶対に私に釣りを入れたいんですよね。気持ちしてほしいですけどねって思ってますよ。はい。新郎シーローじゃないですね、これ。だからグレー、この他の中に絶対的に黒がいるから、私に名を使ってほしくないと思ってますね。はい。以上です。8番のプレイヤーが発言します。3番です。もう今日は例の続きですね。もう、でも、
新郎新郎で見てます。2番がどう見ても強靭者見えない。3番だった理由としては、3番っていうのが、新郎新郎じゃなかった場合考えて、1番低かった場合怖いってなんですよね、自分の中で。3番は主力したかった。だから3を占った。うん。で、今日は7で、絶対に。で、うん。7つって5つって終わりだと思うんだけど、今日7位って、まあ俺明日1位占います、絶対に。うん。で、4万3っていうのが多分2万3のために面白いっていうものは面白くしようっていうのを便乗だと思ってるんで、別に怪しくは見えなかったな、聞きませんけど。うん。で、5万3っていうのは俺のクラス上げようと思って上げてないんですよね。うん。どこなのね、うん、2番さんの俺なんか結構太ったと思うんですよね。うん。そうかな。1番さんが来て出てきてほしいな。うん。うん。1が来たの俺出てきてほしい。かなって思いました、俺は。うん。ぐらいかな、言うことは。うん。1が来たの俺4裏になったら終わりだし。うん、今日は7ね。気持ちはしません。7でいきます。うん。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番です。俺ちょっと確認したいのがあるんだけど、8の初日の白崎って2で合ってる？ちょっと俺そこが把握漏れしてるわ。5番の発言時点で、2に白が出てんのかなって。っていうふうに思ったんだけど、そこをちょっと把握漏れしてるわ。ああ、やっぱり。ああ、そうなんだ。それでなんで今8番は2に対して、精査を入れた？その必要性なかったと思ってるけど。あと、9番の遺言で、9番が対抗に対して強靭で置いてる様子で、加えて、決め打ちでいいよっていうような発言をしてるから、9番視点で対抗を強靭で見て、占いに狼、そしてグレーに狼の線を追っている。9番の芯が若干上がったかなと思ったから、正直今日はもう7つるかなと、今のところ思ってるかな。今のところ思ってるんだけど、なんで8が2に今精査を入れたのか。8番はなんで3番になってんの ?8 視点って。1とか4なんて言うよ、3番なんか見えだろうよ、初めて。もうマジで使えば。8視点で対抗が黒。1番とかあるじゃん、1号とかなんか。線を追って、8番は2番の発言が不当だって今言いたかったのか？そういうこと？まあ、それだったら若干納得いけるかな。なるほどね。あっちが狼でなんで俺噛んでんの？マジで教えてくれ。問い詰めるないし。一番さん、素敵な考察してくれ。なんで俺噛むの？あっちが人外で。問い詰めるないし。わかんねえんだけども。そしたら自分視点は真剣。2番。のプレイヤーが発言します。笑っちゃいますね。ブルピン、二日目段階においてブルピンの精査ってめちゃめちゃ聞きてえなって思っていて、私はさ、喉が痛いからゆっくりめに喋ってるんだけど、ブルピンは2番に対しての指摘で、騎士に対して8に殴ってるけど、5番に対してはなんで触れないのって。だから5番に対しても言ったよ。だから、8は2周目においても偽癖って言ってて、5番は騎手出さない進行を取るんであれば、占い一択なんだから、守り先が。自分に5を寄せろとも言わなかったね。だから5、8は、フラットに戻ったよって言ったんだけど、聞こえづらかった。グレー噛まれてるにもかかわらず、騎手を出さない進行って頭いかれてんのか？頭いかれてますか？大丈夫。グレー噛まれてんだけど、この状況で。どうしてだと思う？ 8 番はなんで騎士出せたがらないの？新郎新郎盤面で、4番が、で、3番白でしょ。7番を釣るんでしょ。8番を1よらな。1の騎士系はないの？お前終始偽くせんだよ、だから。ブルピン。これで、いや、ブルピンの精査がどうなったかめちゃくちゃ聞きたいんだけど。いやもう7番釣りますけど。鼻で笑っちゃうんだけど。真面目にやったら多分私ボロカスに暴言吐いてるよ。3番のプレイヤーが発言します。いや、フラットっていうのはいいんですけど、
殴りめっちゃ不当っすけどね。8番っていうのは自身の進行論で騎士潜伏でって言ってるから。で5番さんも一周目に置いて騎士潜伏でいいよって同じこと言ってるから。はい。8番の2番殴りってめっちゃマットっすよ。2番がめっちゃ黒いんで8視点自分の城刺さってるから、強靭置いて進路進路って当たり前でしょ。めっちゃ信用ないじゃないですか、精査って。はい。絶対7番釣りますね。まだ進路進路追ってるんで。強靭ばっかっすよ、マジで。はい。6番が一番白かったから噛まれたんでしょうって思うんですけど。現状4番さんの狼要素というか、ないと思っていて。まあ、仮にじゃあ、進路進路追わないで、どうしようかな。まあ、1番さんの今日の自分統一占いでて全く無駄りないなと思って聞いてました。自身が無駄だったら、自分の発言を強く持って、234の精査してほしいかなって思いました。1番さんって昨日の段階で、2周目の発言で、5番偽軸に視点を置いて、あとは2、4って結構ブレましたけどね、その発言は。はい、すいません。なんかあんま騎士っぽく感じないですからね、自分と一緒に。8番が折れかむ意味、みんな教えてくれ、もう。8村将これもう5でしょ、多分普通に考えて。白騎士が8層の、8が強靭で、狼が噛んだが。だって1番が、8の相方が、ラストルームで2切れるかの、どっちかしかもうないんだけど。はい、いや、俺6の騎士折ってるんで、1陣外と思いますね。7釣り切って。いやマジで統一占いしてほしくなりました、1番。はい。4番のプレイヤーが発言します。6騎士においては51浪か38浪かなって感じかな。新郎新郎をもう追わないっていうのであればね。だから7飼い鳴らすってのもあると思うけど、例えば8詰めて1に7を護衛させるとか、まあ5詰めて1に7を護衛させるとかっていうのもあると思ってるけど、3が2に殴る構図と2、ニートさんのそのやり合いなんなん、そのイチャイチャしてるやつ。ただ3が、6が騎士で抜かれていて、1の騎士を偽と追うのは、俺もわかる。だって1時点で統一占いっていう、7詰めるより、占い詰めて1に7護衛させるとかあかんの？あ、でも7が強だった場合って適当な結果打つからっていうこと？でも7ってご主人さんも多分どっちかで明確に分かってないと思うよ。7が強靭だった場合。進路進路を追う場合であったとしても、7ってそれだったら村の思考で進路進路あるかもって流れだったら、7が偽だった場合って急に黒打ったらいいんじゃない？釣られる流れにはなるかもしらんけど。こんなん言ったらあれか。ちょっと強靭っぽく見れるみたいになっちゃうのか。俺58どっちか冷たいな、冷てえな、冷た上で1に7護衛させたいっていうのダメかな。3じゃあ5の相方どこや、この相方どこや、5の相俺しかなくね。5番のプレイヤーが発言します。そうや、5の相方するのは4や。まあいいけど4白なんで。そうですね。3番さんなんかさ、話せば話すほどさ、黒くなってんだけど大丈夫ですか？新郎新郎を追っていて、1の騎士は、騎士は偽だと思っていて、1やっぱ統一占いしてほしいんだっておかしくね。ここに出てくる視点って、新郎新郎を追っていて7釣り切って1は強靭だと思うんだけどっていいんじゃね？何1の統一占いって。何狼が1出たと思ってんの？いやー、マジか。3がどんどん黒くなってくんだけど、やばいな。7攻めます、攻めます？それとも、占いっすか？俺普通に3なんかもう黒くなってるんで、なんか、あれでしょ？ 8-3 でも 5-3 でも繋がる可能性ってあると思ってるんでしょ、みんな。だったら3詰めて、1-7護衛して、で、3の色結果見たらどうすかねって思うんだけど。まあ、こういうのはまずい。だって5-8でも金打ちになるし、まあ安定は7釣ることだから、まあ騎士が、本当に、騎士1、だと思ってるから、まあ、全然7でもいいけど。あ、一応6らなった理由ですか。俺全然なんか進路進路追っていて、だって昨日の時点で2-1ってないなと思っちゃって、で、3もなんか俺最初弾いたでしょ。だから3らなったら占い師目線外れされちゃうかなと思って、6が唯一俺に言ってたから、6占うしかなくねって思ったんだけど、まずかったっすかね。ああ、でも、そうっすね。まあ、1が7偽っぽいって言って9進ってあげてるんで、まあ、普通に安定で7いきます。俺もこれで負けたら嫌だしね。
7いきます。以上。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。まず新郎を追ってる人が散ってじゃあ私は9に白を出しています。9強靭なんですよ、私目線は。はい、ってことはみんな目線は9が新郎、私が狼だと思って追ってるってことですよね。だったら音8どっちにつながるかって考えないのかなって率直に思いましたけど。で、8番さんは新郎を追っていて、で、5級だと思っていて、9を押した。で、私は、霊能に行かないんであれば、私は5が、発言がおかしいと思ってるから、5に行くよって発言をしているんですよ。だけど、8の言ってる新郎で、じゃあ、5、7だと思ってるんですかね。その視点が絶対おかしいと思って8が偽だと私は思いますけどね。はい。私が狼であるなら急に黒を打って釣られた方がいいと思ってますけど。はい。死んだから9が強靭だったからグレーにいるよって。新郎じゃないよって。みんなに教えてあげてるんですけれども。はい。私が狼だったら新郎を追わして、この占いと霊能に全部釣り縄を持ってった方が強いと思ってますけど。グレーにいる狼に勝たせた方がいいじゃないですか。はい。その視点がないのがおかしいと思ってますね。はい。だから5が言ってる3が黒くなる理由もわかると思うから、私は5、8で比べたらやっぱり8の視点がおかしいと思ってますね。はい。8明日釣ってください。絶対8が。夜が更けました。人狼に気をつけてください。偽装グッジョブが入るよ。だいたい俺が噛まれてさ、5番にせってわかんねえ時点でもう知らんわ、もう。昨夜は1名の方こんなんでもう2せってわかんねえ、ここまでやって。ありえねえだろ、1が残ってるなんて。これでわかんねえのか、マジで。え？ここで。これでわかんねえのか、マジで、村は。もう、1が噛まれてねえ時点でもう2せって言ってんだろ、表面上も打つよ、もうしょうがないから、黒。なわけねえけど。出てるから完全な状態だったから俺を統一できないし、俺に黒を打ってくる可能性が大いにあったから俺は噛まれてんだぞ。これよ、3、8で8噛む意味ねえし、1噛まれてねえのにここまでだって2と4気がつかない。もうそこで俺を2攻めに追ってくる3黒って納得いってるかなっていうのは一つあるかな。加えてこの状況下、裏目に結局紙が入ってるってことは、あ、もう悪いけど表面上打ってるだけ。俺が騎士だから1は2セットの分かってるし、5も2セット分かってる。加えて、霊能が宗教で。あのさ、もう2と4ってもうこれ病気だからね、もう。漂白紙をされてる可能性がある。3番だから後で説教受けても、噛まれてる意味って分かんねえ。5、1しかねえだろ、1番が2周目で。5から詰めていいけど。明らかに5ずりを回避する占い、霊能ずりにすり替えたとか。5、4っていう線があるから、4番さ、5番詰められる。噛まれてない騎士がいて、あのさ、もっと上手くやれよ、一部5人言うけどよ。偽装グッチョブ起こせよ、まずよ。引くわ。もうこれで2番と4番、もうね、1と5って言われなかったらもう病気だと思うね。もうちょっと上手くやれよ。あからさますぎて吹いたわ、もう。まずね、噛まれてない騎士がおりますけど、8噛まれましたけど、8、5、8、3でどうして噛むんですか、教えてください、もう。安定取るか、さすがに。4号捨てきれんもんな。4番が5番に行けるかどうか次第かな。以上。4号じゃねえわ、もう。のプレイヤーが。なんで1番生きてんだ、騎士で。はい。3番は、終始、新郎新郎追っていて、2番の狂人追っています。1の乗っ取りも追った場合、霊能新郎だった場合は、
7番は旧白結果落とします。あのさ、7番は太鼓の9番を釣り殺していて、9番は8を釣り殺しています。あのさ、どうしてそんな考えな、だから8番困惑すんだよ。なんで霊能神経だけで考えてるからだよ。九番九番五一六五番なんか偽に決まってんだろってか、俺考えた意味って考えねえんだろうかな全然。あの思考転換をどんどん悲しくなってきたわ。思考停止してとかって今言ってるでしょ。思考の転換、あの転換がないなっていうの。俺な、悪いけど結果見てね。どんな話すんのかな。もうあぎれでもんの言わねえけどよ。三番から説教受けな。どう思います三番さん。一番噛まれずに八番噛まれてるってこんな事態あると思う。六とか噛まれて八三でどうして俺噛んでんの。なんでそんなド M プレイしてんの。8番っていうのは、6が5番偽でしょ。グレーで噛まれている状況で、1番噛まれてないから偽で、5番の色が分からない状況で、新郎新郎番目を追ってた場合、8名席なんだけど、8番からすると2番があまりにも狂人のようで、新郎新郎じゃないのかって思ってしまっただけに過ぎないでしょ。っていうか、この試合のポイントは俺が見でも勝負はあったんだよ、これ。俺が見の時点で5番偽なんだよ、もう。8番がな、経験があればもう3番占いをしたことは何やってんだろうっていうレベルなんだよ、8番の3番占いがマジで。騎士完全な潜伏を推奨してたの、8番のみだよ。把握漏れですか？3番。あのさ、8番も1裏なっとけよ、もう1しかねえだろよ。せめて4かよ。まあまあ、これで。まあ、例の心境で、占い進路って感じじゃないですか。1番5番やと思いますよ。あまり4番5番のペアは見えないですね。はい、絶対1番って騎士じゃないっすよ。自分統一占いって8番噛まれてんじゃん。1番9打ったこと分かりますかね。3番黒納得してるんですよ、1視点って。例の進路で言いましたよね、今日1番さんって。だったら8番強陣になって5、7、3、7、狼ですよ。2番と4番しっかりしろよ、マジで。7番が急白結果なんで。今日5番いって1番噛まれだったら1だで、もう。絶対1番くらいで。これで負けたら俺もうな。はい。だから2番って多分さ、俺が身の意味を考えてないんだよ。俺が身の意味でもう勝負あったろ、この試合。噛むメリットってありますかね。それを8番の未熟な部分を考慮して、はい、そこに覚えてほしいんですけど、今の問題点は8番という人のプレイスキルをしっかり補正をかけることが大事で、楽しく行こうぜって言ってる間、俺が発言ながらを切って絶対釣り切るって言いますかね。そんなら狼ペアで1番さん、あんた絶対に2世ですよ。6番騎士ですよ、これ。はい、まず5番さんの6占いってないでしょ。あなた進路進路ってなったら霊能占いを、霊能かどっか8番とか、はい。一番の統一欄で一番豪華で八番の神助出るから八神っすよ。五番買い方で。はい。これわからんかったら、今後一緒にや。できないっすね。はい。五番捨て一番捨て。まあやると思うけど、できないレベルだよね。もう吐き気するレベルだよね。もう何考えてんだろうってレベルだよね、これ。3番視点5、1に見えて、1が5を詰めれるかどうかっていうのを4に対して問いかけてるんだけど、その目線はどうなん？その5を詰めた上で、1と3で殴り合う。何考えてんのこの人たちは、本当にマジで。何考えてんの？5を詰めましょう。俺が身の時点でもう1番と5番ってもう、だからね、8は経験があれば、占い先は1しかないんだって、もう。1番の2種目でおかしいだろ、あんなに足ペラペラの人が突然。5番釣りの流れを変えようとしたって、ね、もう1号しかねえだろこんなもんっていうレベルだったんだよ。3番だけないよ絶対占うのがよ。8も8でだからプレイスキルなんでしょこれは。5詰めます。昨日の段階において8視点って5の相方軸って俺じゃない。1番騎士呼んでるんだから、だから俺8投票ですね。今日5行きます。ごめんなさい。5番のプレイヤーが発言します。はい、うん、今日5、そして3行ってほしいんだけど、うん、3で終わるよ絶対に、うん、8噛まれて8強靭だったってこと。じゃあ7オオカミかな。さすがに血がみはないと思うから8強靭で7オオカミって指定になるな俺は。てかこれ聞きたいんだけどさ、新郎新郎追ってて9に投票詰まって9釣られたじゃん。その場合って俺って何霊能占うべきなの？ごめん、そこら辺は感じさ、マジで何考えてんの、うん、ごめんだわ。噛まれてない騎士を死んだと思ってんの、まず。2戦目に見られて負けたらごめんだ。で、噛まれてる占い師の方を偽だと思ってんの、うん、マジなのこれ、ほんとに。2番と4番ってギャグやってる、ほんとに。3番さん大丈夫かな ?1 絶対噛まれますよ。3番の悲しい気持ちわかる、これ。うん。今日僕、仮に釣ったとして、
1番さんは絶対噛まれますよ。残りません。なぜなら新吉だからです。だったらやればいいだろうよ。その後何人向けるんですか？頑張ってくださいね。誰の、誰が狼なのよ、うん、だったら5番言っとくけど。はい。もう2時以内出てんだろ、5番目線。わかるでしょ、黒って。5番目線2時以内出てんだろ？なんで、私釣ってください、3番釣ってくれとか言えねえの？とかって思わねえんだろうかな。うん、以上、以上。いや、あまりにもね、言葉を聞きすぎでね、2番の問題点はね、そのプレイスキルに対しての補正してあげることが大事で、こんなミス、言い間違いするよねとかをしてあげることが大事だったのに、すべてのその、失言ですべて拾うから、さすがにもうこれ気がつくよね。1噛まれねえから、マジで。追放されるプレイヤーは、さすがにもうギャグの世界だぜ、これ。もう噛まれねえから、マジで。グッジョブ怒ったとかって言って。1噛むから。もう3つください。何、3が狼だったら1噛まないのかもしれないけどね。うん、その視点はちょっと言ったぞ、これ。1位とは。喋り終わった後。あ、噛まんねえのかって思った。っていうかよ、もう。まあ、いや、こんなんで2番と4番って何度負けてんの、うん、?1 号とか絶対ないから。もうこんなよ。うん、1とこよ、偽装グッチョボーコスよ、せめてよ。なんだよ、この強ダメな展開。お前ら、偽装グッチョボーコスよ、せめてよ。1号で偽装グッチョボーコスよ。どうしても4勝結果が出てほしくなかったんだろ、要するに。うん。あのさ、偽装グッチョボでも起こしとけよ、まだよ。うん。こんなベッタベッタの展開で1番噛まれないっていう奇跡の展開で、これで3番負けたら、同村拒否って言いたくなるわ、こんな展開。あと2番はね、多分2番も4番もそうだけどね。噛まれている人は何を狙っていたかって、俺は5番狙ってたんだよ。ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。こんなんで負けたら笑うんだけども。22番目の時に1番が5番から冷たいっていう話を主張していたと思っていて、それって多分言ってたと思うんだけど、5と8で比べるんだったら5の方が2000やんけっていう、その5が3に対する指摘がおかしいって言っていて、1って5から詰めようぜみたいな話をしていたと思ってて、それを身内切りって捉えるのかな。もう3番のために言うぜ。お前3、お前ら4番と2番って、俺噛まれてる意味って分かってる？8番と3番が噛むと思ってる？マジで。教えてくれよ。8番と3番が噛む意味ってなんかあるの？これ。むしろ2番とか4番とか噛むわ。こいつら、もうがうざいだろ。君たちの、だからね、君たちで残されてる意味って分かってる？もう今回に関しては俺の方が優秀で、2と4の方が、村にとってマジでヤバい人たちだから残ってんだよ。今回に関して言うと。1番のプレイヤーが発言します。2と4の問題点は噛んでる人の、俺が噛まれてるってことの意味を考えないってこと。8が噛まれてる意味すら考えない。1と5がさ、おい、ひらね、こんな。偽装グッチョブでも起こせよ、まだよ。まだ起こせよ、偽装グッチョブのがまだよかったぜ。自分の乗っ取り追うんだったら自分に入れてくれても構いません。それでは。マジかよっていう展開だと。絶対3番狼。偽装グッチョブして、8番でもう吹いたわ、もう。いやでも4番って普通に5番いってるから、いけてるからあの盤面でご了承せずに。俺の票が3番に入る可能性って十分にあったにもかかわらず、平山と5人入れてるから、4番ないと思ってるよ。4の票が入らないと思ってるのか、2を説得しようとしたのかわからんけど、3番の行動は。はい。俺初日3番持ってねえよね、くっそ。まあいいや。はい、今日3番さんいきます。2番のプレイヤーが発言します。ちょっともうさすがにつけるよ、もうこれもう俺自身はもう分かってるから。1番は5番を偽で追ってましたね。でも安定進行を取りましたね、1番さんは。はい。釣り縄的に私と全く同じ内容で釣り縄言ってますね。だから私は終始3番さんに対してずっと聞いてるんですよ。1日目は、まあ、3番が2番を教授に置いた目線で、霊能進路、あるいは、もう占い神経ではなく、進路進路で追っていた。
悪い。だから2日目段階から3番の発言がめちゃくちゃ私の中で聞きたいなと思って、8番医師の位置の景色はもなく1番が岸田となって1人でね、第2教授になってた。させますかね、逆に。あ、2番のせいで負けたようなもんだから、もう2番が先輩になるゲームだけど、うーんって思いましたね。8番してんね、2番この人何言ってんだろうと思ってんのよ。3番ただ8番の3番だよ、申し訳ないけど、私の日は多分3番に入れると思いますから、3番がどういう考察を述べるのかがものすごい気になるなって思ってますね。4回1だったよ、1だったよ、もう絶対1だったよ、はい、あのゴズリの流れを変えたのって1なんだよ。5の相方がいないように見えたけど、唯一1があったんだよ、1が。4もいいんじゃないって言うけど、1だけが多分唯一止めたんだよ、多分流れ的に。こう映る。だから多分8が占い1だった。ほんとね、すっげえすけどね、もうね。ちょっとその辺詳しくお願いします。ね、9番がだいたい9番に入れてるやつなんて1、5でしょ？プレイヤーが発言します。無駄なわけねえじゃん、こんなん。はい、7番さんは遺言で8番にせって言ってましたよ。うん、絶対言ってましたよ。まずさ、村の流れってあるじゃないですか。一試合一試合村の流れって違うと思うんですけど、今回って両占い師、キー潜伏で行ってたんですよね。そこで8番だけ殴るってクソムカつくんですけど、マジで。なんでそんな殴ってるのかなってイメージでしたね。僕はね。まあ、もう無理でしょう。はい。何番のそれじゃどんだけ求めとんのお前らって思いました。占い師に対して、好きにやらしてあげろって思いました、ね。イラついてんの分かんだけどよ。6番が噛まれたら、はい、そこは村の組み取るレベルかなと思ってますよ。2と4に伝われる話した方がいい。これは8番のシーンを取れたんで、8番さんのシーンを取れたんで。っていうがよ、これで負けるってね、もう悪いわ、2番と4番、ね。これで1番さんにいけないのは、もうね、これ、ね。まあ、これから4番さんかも。ちゃんとね、分かんない。やった俺は謝るけど、全然1番さん。1つ知ってる人が見たらさ、2番と4番マジで笑われるぜ、これ、ほんと。一とこなんてこれ、偽装ぐっちょも起こせよってレベルだで。どうしても8を噛まなきゃいけない理由があったなら、4白か1黒打たれたらやばいから。どんなクソ殴りをしていたんで。うん。はい。でもね。別に2番の評価なんていらない。2番がね、もうこの試合の大先輩だから。はい、反省するべき。8と5の精査できないと思ってんだろ。村知ってる。8が死んだんだよ。もう1周目で決まるんだよ。俺6番が騎士だと思ってますよ。1番が神田のようにしか見えないし、1番さんの、じゃあもう一回同票してもらっていいですかね。1番さんのクロス上げるんで、残り15秒しかないんであまり上げれないんですけど、まあ2周目ぐらいですかね。5番の2世を視点に置いていて、2番を入れたところですかね。2番と4番。方法4番に見えるんですけどね。1視点で3、4、6を置いてた場合って。足りなかったよ。明らかに3番の。あのな、ただ、まあ相当、イラついてんだろうね。うん、俺も3番の立場だったらムカムカしてるから、多分もうね、1番の黒要素上げたかったんだろうけどね、腹が立って2番に対するね、あれを言い続けてたからね、上げるんだよ。恥ずかしいよな、この村。マジで。投票が終了しました。ありえねえ村だよな。追放されるプレイヤーは、何考えてんのこの村。の遺言を発表してください。2番と4番謝っとけよ、ほんとマジで。何、はい、ただ3番がね、多分イラついてたんだろう、多分。この人あんまりカリカリはしないとは思うが。俺の相方どこか。俺の相方どこか、まあ反省会で教えてほしいですかね。うん、教えてあなた方が8番のシーンをめちゃくちゃ不当に言うんで。8番も3占いはねえだろ、1番。はい、組み取るレベルが低いかなって思いました、正直。あのさ、一号がさ、はい、こんなさ、爆笑のさ、恥が見してくれたんだぜ。こんなラッキーゲームでなんで脅すんだろう。一、はい、番噛まれてない時点で2戦に決まってんだろう。なんで8噛むんだよ、3番が。教えてくれよ。8の進化みたいな。どういう2番と4番って脳内のあれやってんだよ。はい、3番があまりにもイラつきすぎてね。一の黒目を上げるのが残り15秒だったらもうダメだと思った。はい、俺は8番さんのシーンを組み取れたんで。はい。だったら、2と4から2番ってほぼないし。4番さんから自由が薄ないから、だったら1番が発生おかしい。もうね、3番は多分ね、番5番さんそこになってたと思うわ。こんな試合でなんで分かってくれないんだって、はい、多分ね。ロックでした。残り15秒でね、1の黒要素を上げたぐらいだからね。多分2番と4番への怒りを多分ね、淡々とぶつけてたからね。それでね、伝わんねえのかっていう。っていうかね、1と5がね、こんな下手なね、下手なね、偽装グッチョブもしないね、こんな下手なね、普通偽装グッチョブすんだよ。普通の、狼は。こんな、もう、ど下手な、狼がすっけすけな感じの、2と4に言いたいのはさ、俺噛まれた意味わかる？ 8 番のプレイスキルわかってる？もう。
つまんじゃねえレベルだわ。こんな1と5が見抜けなかったら、マジで本当に3番の怒りってわかるわ。もうマジでわかるわ、これ、本当。見てる人がね、2と4笑うわ、これ。本当。いや、難しいと思ったよ。今のは、だって7番と1番の狼ピアセットで、まず7、1って最初の印象で、ないなって思わせてるんだから。頑張ったよ。あの、3番の気持ちが。リポート頑張ったよ。いや、お前さ、8番さ、2番やべえとか言ってる。